나는 싸우는 것이 두렵다. 맞는 것이 두렵고 지는 것이 두렵다. 싸우다 죽는 것보다 불구나 패인으로 살아남을까봐 더욱 두렵다. 바람소리가 들린다. 내 안에서 바람처럼 불고 있는 두려움과 공포의 소리. 비행기다! 애매 믿고 샤다나? 조센진가? 미코가 바랬더라 부탁받고 있긴 하노와 시때려나? 쇼지긴 하노가 기니 있다소에 오레와나 대메라 너 요남 무시키라우 치카마에르 에지? 못대이르만 전부 다시나! 타바코 이키카 어지지오 다스카? 아아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 
てめえ豚箱に来てるか。刑事なくてタダに。で、しまだ。ちょっと伸びてしまろ。あの野郎、あの野郎ですよ。俺らの先に。あっち。あんな奴はさっさと捕まえて、あんたの死にしてくださいよ。待て。待て。返せ。あーしば。俺の席が丸ぼた注文で終わるの。あーしば席。準備。捕まえろ。てめえ。待ちやがれ。どかけ。どかけ。してんのさ。ねえ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 、今日はなんかないの？金ならあんのよ。出てこい。おいこら、しゅんべえちゃん、しゅんべえ。誰？
준비. 거기다. 아래? 누구 있다. 항공학교? 니크드 가게. 크드 가서 뭐 할 긴데? 비행사. 참나, 니 아직 세상 물정 모르는 것 같은데. 비행사고 나발이고 전쟁터다가 뒤집히면 말짱 도루묵이다. 군인 중에 비행사가 제일 잘 죽는 건 니 알아? 나 죽고 사는 거 별로 신경 안 쓴다. 오야 오야, 그래 니 마음대로 해라. 근데 니 언제 내리키고? 안 내려. 다친다. 죽는 거보단 100배 낫지 씨바로마. 비행사의 꿈은 그렇게 시작되었으나 태평양 전쟁 말기에 학도병으로 착출되면서 나의 꿈은 깨졌다. 전쟁의 끝은 사람들을 광기로 몰아넣고 있었다. 들어간다. 허, 독고 오큐이스다. 오센진도모데 아리바스. 하나시대래. 데스가. 허. 독고와 신세 나루기식이다. 조센진도 지리 요구시대와 나라. 야이끼 족같이 새끼들아! 우리 철바지 만들어가 개죽음 만들러 가는 거지. 너희들이 씨발 비행기술을 언제 가르쳤노? 강패! 어느 야로야! 난 더 뭐야! 너마이키나 조선진매. 고군의 기항을 오미다스도와! 그래. 살아. 비행사. 항공학교! 좋다. 이제 아무 필요 없다. 빨리 당겨, 이 씨바라마! 맞대.
なかなかやるな、ごぞ。その雑な技は何だ。朝鮮の武術、鉄拳だ。朝鮮武術か。交渉じゃないか。俺と戦い、貴様が勝てば貴様と朝鮮人を助けてやる。だが負ければ貴様だけが死ぬ。惨めにな。どうだ。いい根性だ。怖いか。敵に背中を見せるとは、やはりどうしようもない朝鮮人だ。武道をやる資格などない。겨울은 그렇게 지나갔다. 원자폭탄으로 일본이 무조건 항복하고 내 조국은 해방되었다. 그러나 전쟁은 어느 곳에나 황폐함만을 남겼다. 최초의 패배로 무너져버린 나의 용기처럼. 기쁨이 초콜릿! 오이! 기쁨이 초콜릿! 버터! パチンコロコロパチンコロだよ。
제코로프로가 기다요. 제코로프로가 기다요. 조다이나 단호신데 고려와 고려와 단나갔다 오시고토 고쿠로사마 데 고사이마스 소데 낙테모 단나갔다니 미카지베리 오다도 기시오토 許しもなく何日も商売しておきながら今になって三日締めりを払うなとなんだパチンコロコロとか言わず面白そうだなこいつをよこしなどうか、すみだけは この野郎、朝鮮人か やめやがって。 ぶっ殺すぞ、こら！ おー、漏らしやがった。池袋の正面漏らしだ。池袋の正面漏らしだ。 池袋の正面漏らしだ。 命を助けてやったんだ。ただってわけにはいかねえよ。 お前が出したものはお前が飲め。次に私何がしは池袋の小便漏らしたと言いながら俺の股をくぐれさもなくばなんだベダラうるせえなんだ味わらな味わらベダラ。 小便漏らしです。俺が小さい祖先人。いや、笑え。これ。小便漏らしです。<笑><笑>
悪さもほどほどにしろ。うわあ、誰かと思えば他人ごとに出しゃばるのは変わらんな。もう一歩の手も切り落とされたいらしい。들었네. 왜 내 이런 꼴을 보여서. 야쿠자들 아는 놈들입니까? 공마단 요진벌을 하다 보면 어쩔 수 없는 일이지. 우리처럼 조선 사람들이 많은 공마단은 특히 조심해야 되는 놈들이야. 그게 배급표 아닙니까? 배급표면은 돈이나 마찬가지인데 후딱 섣부리지 와 뭐합니까? 근처에 조선 아이들 학교를 지으려고 모으는 중이야. 조선은 떠났어도 말과 그런 잊으면 안 되잖아. 아, 맞다. 조련님, 아버님 어머님은 별거 없으시죠? 맞아요. 무술을 가르쳐줘. 그런다고 저 구필 양반이 아닌디 안 됐구만. 저 추울 텐디. 그래님,
아재! 도련님, 주먹을 꽉 쥐고만 있으면 아무것도 얻을 수가 없습니다. 친구도, 이 땅도, 저 하늘도. 주먹을 쫙 펴는 순간 도련님은 온 세상을 얻을 수 있습니다. 도련님, 자신을 지키고 남을 지킬 수 있는 힘을 키우십시오. 당당히 살아가기 위해서, 도련님의 소중한 것을 지켜내기 위해서. 어머, 저 양반이 뭔 일이다냐? 아니, 잘못하면 독이 된다고 무술은 절대로 안 가르친다 그러더만. 어이구야. 누구랑 비교된다잉? 뭐이씨? 뭐이씨? 이거 어른한테 오이씨 확! 에헤 이놈아! 힘없는 정의는 무능력이고 정의 없는 힘은 폭력일 뿐입니다. 무사는 언제나 칼을 갈지만 명분 없이는 뽑지 않는 법이죠. 일본 제1의 검객 미야모도 무사시는 좋은 스승이 돼줄 겁니다. 미야모토 무사시가 다른 무사와 다른 것은 그가 천하 제일을 꿈꾸었기 때문입니다. 천하 제일, 최강의 사나이. 그 정도는 꿈꿔야죠. 배달이란 이름을 가진 남자라면.
천일을 수행하면 초심을 얻을 수 있고 만일을 수행하면 극한을 이룰 수 있습니다. 이것이 극진입니다. 극진의 마음은 초심으로 최후까지 최선을 다하는 것입니다. 정처 없는 이 파리. 과자 못 볼 걸 봤다. 아니 Mind your fucking business. Your fucking business. 마. 저 새끼들은 순사들이나 약구자들보다 더 무서운 새끼들이다. 얼른 가자, 얼른. 개성의 왕. 오늘도 걷는다마는 정처. 지구들 마누라 겁탈당할 때 쪽팔이 시키는데 가만히 있는데 지가 와! 지랄이고, 씨! 아유라, 씨! 경상도 말은 더 모르겠네. 이 씨발놈아. What did you say? Now you're gonna get it. We're gonna fuck you up. Get him. You're fucking lucky. You're fucking lucky they're coming. Федора! 문디 자식아, 니 돌았나? 그 마들이 어떤 놈들인데? 아이고 이 미련한 새끼. 근데 니 아까부터 와 그래 싱글벙글이고. 니 그 가시나한테 뽕 갔나? 뭐? 내 내일 좋은 거 하나 알려줄까? 님도 보고 뽕도 따는 걸로. 그 가시나. 아이고, 치료를 하고 있네. 뭔데? 뭔데? 엄마, 뭐하노 빨리 안 가고?
돼지가 구해줬으면 장사를 해야 될 거 아이가. 이거 구경 왔나? 쪽팔린가 보네. 이봐, 이 여권 모는 놈이 손님 태우는 게 뭐 그리 쪽팔리노? 모자 이래 푹 눌러 쓰고 가라. 이 절대 못 알아본다. 야, 와. 좋은 방법 이거였냐? 와, 안 좋나? 너를 믿고 여기까지 내가 미친놈. 미친놈, 엉터리. 와라. 洋子さん、 あの人が気になるんですか? 세츠 洋子! 세츠、モーコって聞いたことある? モーコ? 伝説の英雄っていうモーコのことですか? うん、ほら、最近 あ、女の人が米兵にやられそうになるたびに 現れて助けてくれるという人? でも、あれは作り話ですよ? あの人、ひょっとしたらモーコなんじゃないかしら? まさか! そうよ! あの人がきっと本物のモーコよ! モーコじゃなかったら ああやって命がけで あたしを助けてくれるはずがないじゃない! じゃあ、洋子さんを助けてくれた男性が 本当に伝説の英雄モーコだと言うんですか? そんな! 同じ町にあんな英雄が住んでるなんて Fancy jacket, huh? You like that? Come here, let me look at you. Hey! Hey, you! Not touching you, you know? I'm just... Stop! Like you, you know? Hey! Hey! Get him!
動いちゃダメ。あなた指名手配されてる人でしょ。大丈夫、警察には言わないから。前に私を助けてくれたのもあなたでしょ、猛子。いや、それは。この傷、あの時怪我したんでしょ。あの時とても痛かったでしょうに。ありがとう陽子さん。迷惑をかけました。どうして私の名前を知ってるの、ベダルさん。あなたはどうして。私たち年も同じくらいのようだし。ベダルさん、友達になりましょう。友達。いらっしゃいませ。ありがとう。よいしょ。いただきます。ようこ、ようこ、ちょっと待って、これありがとう。あ、ベダル、はい、これちょっと開けてあげるね。はい、ベダルさん、危ないよ。ついてこい。久しぶりだな、猛子。分からんな、我々日本人が朝鮮人の女どもにどのような仕打ちをしたか知らぬはずはなかろう。なぜ日本人の女どもを助ける。それが聞きたくて俺を呼んだのか。俺は5歳の頃から
武道武術を修練してきたが、誰の拳を受けたこともなかった。まあ、どんな手段にせよ、俺に拳を食らわしたのは貴様が初めてだ。その点では貴様の根性を認めよう。だがそこまでだ。二度と猛虎なんぞとほざき、高貴な武士道精神を汚すな。今度同じ真似をしたら容赦はせん。さあさあ、ちょっと遊んでいってちょうだいな。バチンコロコロバチン。ちょっとでっかくやれ、でっかく。あれ、あれ、マジかいし。가있는데그냥가부대어디뭐우르르싸우러가는것같기도하고어디로뭐저쪽저철길쪽으로갔으니까그쪽은막先人どもの廃墟表が貴様の命よりも大事だというのか。
힘 없는 정의는 무능력이고 정의 없는 힘은 폭력일 뿐입니다. 자신을 지키고 남을 지킬 수 있는 힘을 키우십시오. 배달을? 여고 진수의 업무단이 쓰고서 그슨이 날아나이 다메니모 시도리 대 타이템이다. 배달을? 行ってらっしゃい。
私は空手を修行をしているチェ・ペダルと申します。シアのサタニだ。ここ二条道場は伝統ある立派な道場だと伺っております。どなた方お手合わせを願いませんでしょうか。道場の方針として外部の者とは試合を禁じておる。貴様が怪我でもしたら。私とお手合わせいただける方はこの防具を着用していれば怪我をする心配はございません。願い申している私は死んでも構いません。池袋の小便の嵐の分際で道場荒らしに来るとは。この生意気なやつの鼻をへし折ってやりましょう。よろしくお願い申し上げます。武蔵のような道場破りはチェベダルごときの朝鮮人のガキにしてやられるとは。つけたあの男やろ。日本の正統派の空手なんか、うん、ダンスみたいなもんや。その点わしの空手は盆踊りやぞ。あれアホかお前は。どっちも踊りやないか。その男の名は大山増達。その男がわしの甥っ子じゃ。やめえちゅうな。お前そればっかりやないか。いやほらばっかり大山に空手を教えたんが、うん、この私です。
여보세요. でしょ。 痛いのにどうして？ どうして戦うの？ 全然痛くないよ。 本当痛くないって。 また行ってしまうの？
走。日本の武道会にただ一人だけ忘れてはならん男。誰よ。加藤七段。ああ加藤七段な。日本これぞの勝負がっていうあるわな。日本の武道会の名誉にかけて負けたで。最近の大山の行動についてどのようにお考えでしょうか。事実上彼の空手の前に全ての武術流派がやられたのをご存知でしょうか。彼が朝鮮人という理由だけで武道界から差別されているという話もありますが、武道には礼と節、決め事があり、武道とは哲学であり思想、人間のあらゆる断りである。朝鮮人の分際で武蔵の真似をし、日本武道会を地獄にまみれさせた大山のやつ。大山のは武術でも武芸でもなく、ましてや武道でもない。早く排除すべきだったな。では彼の空手は何とすればよろしいので。あれは空手ではなく単なる喧嘩技に過ぎん。大山は低俗な喧嘩屋に過ぎん。自分の最後を知れば自分がいかに卑鮮な存在であったかを知るであろう。お願いします。サインください。大山さん、すみません。
並んでください。ありがとうございます。ベタラ、大山さん、サインしてください。どうも。大山さん、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 並んでください、並んでください。ベタラ、何分からんで。君、運が良かったな。で、이번엔진짜로죽을뻔했대이문디자스가少し休ませた方がいいわ。누군지얼굴을만나니진짜유명해지긴했는갑네인자길가다칼까지다맞고이따아이가니내하고비즈니스하나하자니도장하나처리줄게잘한번해봐라수입은8대2대내팔니이거기하는이야기대준비상와넌뭐가문제인데出てってください이것이는이거왜이카노달고리하나맨날달고리하나 あんた一体どういうつもり？おかみさんや旦那様がこのことを知ったら。私のお客です。きちんともてなしてください。情が移る前に整理するんだよ。それがお前のため、あの青年のためでもあるんだから。忘れるんじゃないよ。芸者は旦那があって、初めて花が咲くんだから。路地の入り口のところでなんだか変な人がこれを渡してくれと。眠れないの？死について考えたことあるか？ううん、別に。戦いの前に身を清めるとき、たとえ死んでも死体は人前にみずぼらしくされたくないと思うよ。戦いの末ボロボロになっても汚れた下着なんか絶対に見せたくない。それで何度も洗うんだ。真の勝負ならどうなろうと構わないと思ってても怖い。
死ぬかと思うと。戦って廃人になって、これっきり陽子に会えなくなると思うと。陽子、迎えが来たよ。ごめん、今から出かけなきゃ。ごめん。いくら？あなたが傷つくのが、死ぬよりも辛い人間がいたとしたらどうする？私は弱虫で怖い。あなたが死ぬんじゃないかって。本当に怖いんだから。あなたは朝鮮人で武道家、二つとも私には辛い。それでも私、芸者辞めようと思ったんだから。何も望まない。元気でこうしてそばにいてくれればいい。怪我しないで、苦しまないで、こうやって約束してよ。約束してよ。もうこれ以上戦わないって。お願い。お願い。Thank you.
お腹空いた？ちょっと待ってて。大山さん、電話です。もしもし、ちんべ、おでや、メダル。いってらっしゃい。준배야준배배달아다음엔요코라카더라片方の差し金か。俺の石だ。Thank you.
大山は会わないそうです。待っていると伝えていただけませんか。武道会の猛力した年寄り連中ならともかく、小便漏らし相手に龍馬までが刀を振り回すとはな。貴様が真に日本武道会を制覇するためには俺の存在が邪魔じゃないのか。俺とやるか。俺は戦わない。そのせいで人を殺した。それが貴様の弱さだ。いいか、全ての武道の究極の真理は勝利だ。貴様は出てきて俺と戦い、自分自身を証明してみせろ。自分自身を証明するのが貴様の業ならば、数百年の歴史を誇る日本武道会を守るのが俺の業だ。武蔵野で待つ。出ろ。聞こえんのか。釈放だ。正当防衛で無罪判決が出た。龍馬の苦心無題だが、各界代表の諸君とともに、奴は最強でなく負け犬だということを証明してやる。それも奴の好む実戦でな。奴を公開処刑する。命を懸けて戦うというんだな。
母さん。どちら様ですか。あなたのご主人を殺した大山です。人殺し、今度は母ちゃんを殺しに来たのか。私の道義です。もう武道は捨てます。クワとシャベルをください。力の限り働きます。お前らやるのか。父ちゃんのいねえお前に何ができんだよ。お前あの山のてっぺんに何があんのか知ってんのかよ。バーカ、お前はてっぺんに行ったことがないだろ。そうだよ、一人じゃ絶対に無理だ。俺たちは父ちゃんが連れて行ってくれんだよ。どうだよ、ほら何か言えよ。出てらしいが、おい、かわいそうに。山のてっぺんに行きたいよ。何？何？どこ行くの？
おい、ベタラーガガリオマアデリガ。네가 안 나서니까 그놈들이 별짓 다 하고 있다. 난 싸우지 않아. 네가 자꾸 도망을 실락하는 긴데 와 도망가려고 와! 네 진짜 모르겠나? 네가 할 일이 뭔지 진짜 모르겠냐고! 新聞記事をすべて読みました。すみません。いえ、新聞記事のたったの数行で真実を語りきれるはずもありません。時が過ぎれば人々の誤解も解けるでしょう。それよりもうちの友也に一つだけしていただきたいことが。どんな？友也のためにも立派な大人でいてください。それも日本で最も強い男として。そうしていただければ友也は父親がいなくとも立派な男として成長できるでしょう。おっしゃる意味がよく。行って彼らの挑戦に応じてください。必ず勝ってください。友也のためにも。あの子が目を覚ます前に出発なさってください。
待て。その程度か。夢を大きく描きすぎたようだな、小僧。貴様、超えるべき山の一つにすぎん。死んだら死体は。どこだろうと。싸우는것이두렵다맞는것이두렵고지는것이두렵다싸우다죽는것보다불구나패인으로살아남을까봐더욱두렵다그럼에도나는매번새로운강적을찾아나선다